エウセビオキノのブロンズ像、エウセビオフランシスコキノ修道士はカトリック教会司教、現在のメキシコ北西部とアメリカ合衆国南西部でのインディアン、主にソバイプリとアッパーピマの集団をキリスト教家するのに使用した方法で有名になった。彼は20以上の伝道書とビスタを創設し、インディアンとイエズス会との関係を作る彼の能力で知られた。キノは エウセービオフランチェスコ・キーニとして、1644年8月10日に、トレント市教国のバルディノン渓谷にある、村セーニョで生まれた。重病から回復した後に、1665年11月20日、キノはイエズス会に加わった。彼は東洋に行くことを希望していたが、ヌエバ・エスパーニャの北の開拓地に伝道所を設立するよう命じられ、1681年にスペインを建った。 彼は、バハカリフォルニアへの遠征を率いた。1685年の干ばつの後、キノは、メキシコシティに強制的に戻された。宣教師としての活動に加えて、エウセビオ・キノは、他の技能にもたけており、天文学者、数学者、地図制作者でもあった。彼は、ピメリア・アルタ、カリフォルニア湾、バハカリフォルニアの最初の正確な地図を描いた、木で船の模型を作ることも楽しんでいた。 地図と船の知識で彼はメキシコのインディアンが容易に回路でカリフォルニアに行けることができると信じるようになった。それは当時のメキシコシティの宣教師たちに会議を持つファーチズ制作者ニコラスで、によって手採式であった。この地図はもともと1696年にギノによって作成されました。それはカリフォルニアやニューカロライナ州北のアメリカにおける イエズスカイローマ教皇の作品の場所と呼ばれています1687年、キノ神父はピーマと働くためにソノラに到着し、その週に最初のカトリック教会を設立した。キノはメキシコ北部を横切ってカリフォルニアとアリゾナまで旅行した。以前には近づきが高かった地域をつなげるために道路が敷設された。彼の馬による遠征は13万平方キロ以上を カバーし、長さ 300km、幅 400km 分の領域を地図にして、キノがソノラに行くまで、島だと信じられていたバハカリフォルニアを半島であると、推論した。キノは、バハカリフォルニアへの最初の陸路の遠征を率いて、その地域に関する以前の過程が間違っていたことを、証明した。キノはインディアンにはより良い生き方が必要であるという、考えの熱心な信者で、インディアンに、 農業の基礎を教えて、家畜と種子を与え、当時のソノラの経済成長にとって重要な役目を果たした。キノに関して広く知られている事実の一つは、彼が懸命にソノラのインディアンを守るために戦ったということである。キノはスペイン人が彼らに課そうとしていた銀山での重労働に反対した。これは多くがスペインが課した法律によって、 新世界で行動していた彼の修道士仲間の間でかなりの論争を引き起こした。木の神父はまた宗教、天文学、地図に関する本を表した作家でもあった。彼はソノラの内陸から北東240キロメートルのアリゾナ州通村のダウンタウンの南15キロメートルにあるセイザビエル伝道教会まで広く伝道所を設立した。彼は19の牧場を作り、 新しい開拓地に牛を供給した。1697年のカリフォルニアへのイエズス会の帰還の際にも助けになった。エウセ病気の神父は1711年にメキシコのマグダレナデキノで死ぬまで伝道に努めた。彼はメキシコとアメリカが衆国双方から称えられており、様々な町、通り、記念碑、地理的な特徴が彼にちなんで名付けられている。1965年。 神父の彫像がワシントン DC の国立彫像ホールコレクションに寄贈された。ありがとうございます。